あと何だっけさっき言った。あ、そう。遠藤渡の話。渡る遠藤の、あの、YouTube、YouTube でね、あの、話してる動画があって、あ、動画があってさ。<laughs> でそれで、遠藤がこう説明してくれんのよ。今の戦術ってこうで。で、その時に、遠藤が抜かれちゃいけないところで抜かれてるみたいな批判ありますけど、みたいなのに対して話してたのが、もうこう、その時の遠藤渡の話のまんまある程度、この概要つまんで言うと、まあ、こういうふうに、4123でこういう形になると。で、この時に、 自分が1ンアンカーでこのこぼれ球に対して自分が行った時にここでかわされるんだけど次のセンターバックがこれによってきて奪えるからいいみたいな話でこれが自分のいる方と逆サイドの時に迷うみたいな話してるんだけどこれって例えばうちだとこの状況にならないように クロスここに入れよみたいな。だからここで引っかかるっていうのを基本なしにするみたいな話と、一回、一回うちの話させてね、これ比較論の話になるから。この状況の時に、最大限の高さをサイドバックに取らせるの、戦術的。に。これなんでかっていうと、エンドが一人でここ、アンカーが一人でここカバーしなくていいように。うちだと残ってる方のダブルボランチだけど、サイドバックと連携しながら、ここのフィルターを作るみたいな。 でも、遠藤が、ここってこういうことだと思うんで、とか、多分こうなんすよねって話し方が多いから、やっぱりリバプールの試合見てるとさ、アーノードがここ行ったり、ここ行ったり、ここ行ったりするし、左サイドバックの積みスもここ行ったり、ここ行ったり、ここ行ったりするじゃん。だから、この辺がカオスになって、本当にこう開きまくってる状況とか、こういう状況とかあるから、結果、遠藤が個人の判断でここで潰すのか、ディレイすんのかって考えなきゃいけない。で、それも、あの、行ってかわされないのが一番いいんですけど、行きますみたいな。でもそれが、 相手が正体の時、側体の時とか、行く行かないの基準とか、そ、結構ね、もう選手に任してる。で、それは悪いことじゃない。なんでかっていうと、あの、いい選手たちだと選手に任せた方が自分の感覚でやれるから。でもそれを選手に任せると、崩壊が起きたりとか、まあ、うちだと、うちのカテゴリーって1引き分けしか許されないんで、<laughs> え、げつないリーグでやってるけど。なんで、ここまで詰めるんですけど、やっぱ、あの、そのぐらいリバプールでもうふわふわしてるって話なんだよね。で、それは、 トップオブトップだからふわふわさせたままできるっていうのと逆にふわふわしてる状態だから戦績が安定して,してないっていう2つのね良さと悪さあるからでやっぱりまあ遠藤自体もよくやれる抜かれるっていうやつも自分は行って他が来てればいいとか他と守備連動すればいいみたいな話だからまあここで言ってたことって結構、まあ、胸張ってみんなに伝えておいてよかったことだなって思いますねと結構やっぱリバプールって攻撃の時にさ 全員のポジションチェンジ許すし、あのー、サイドバック上がるもん上がんないもん、ウィングの状況を見てやれみたいな感じだったから、だから攻撃で自由ってことは守備の切り替えの瞬間に人が足りないとか、いるべき場所いないっていうのが起きるから。 それ、モロハの剣っていうふうに言うけど、どっちかっていうと自分側に刃が鋭いモロハの剣だなって思いますね、僕は。でも昔より遠藤渡がやっぱり、もう自信出てね、ちょっとオラつきが出てるよね、なんか。オラこうなんだよ、みたいな。<laughs> 昔もっとはい、僕は、みたいな感じだったのは。記者の人がもうビビりながら質問して、みたいな。<laughs> 遠藤渡はもう、ね、自宅なのかな、ジムのワークアウトの合間に答えます、みたいな感じだからね。 クロップのチームがリーグ戦のタイトルあまり取れない理由が詰まってる気がします。ライバルは強いのもあるけど。まあそうですね。だからそれがやっぱりマティプをめっちゃ使えるとか、あの、怪我なしで使える期間長いとか、ファビーニョいるとか、気の利いてる選手と、で、特に今インサイドハーフがさ、昔より気が利かないでしょやっぱヘンダーソンいたから、ワイナルドムいたりとか。だからやっぱりこの全員上がっちゃってエンドを渡る一人で頑張って状況続くんだよね。これがヘンダーソンだと自分バランス取ってファイブエリア他の選手で使わせてとかやるから。 そう、だから、まあ、クロップのサッカーって結構人に影響するとこあるなって。で、人に影響するってことはコンディションの波で左右されるから、コンディション、この選手悪いなはこっち使ってレシピ変えてってやらないから、やっぱ、だから、いい選手取れるだけでリーグ取れるんだったらね、解任されてる監督いないわけで、だからそれで言うとね、やっぱ、ステップのその、ね、レシピ変え力みたいなのがリーグ戦勝つところに繋がるんだなと思いますね。軽減プレスは実はノリだった説。あ、だから、あの、 クロップの練習は、ゲーゲンプレスを意識したものであるんですよ。ロンドからね。一気に収縮させてみたいな。フリーマン以外の選手が一気に外側からギュッて収縮してとかあるんだけど、実際はね、それを試合の中でやるってなると、サイドに追い込むのか、そこで囲い込んじゃうのかっていうのと、ディフェンスラインの選手が出るのか、ゲーゲンプレスやりたくてもこれもう前向く方が早いから裏ケア先だなとか、そこってやっぱり瞬間的な判断、センスの部分と、 それを判断を的確にできる、その時のフィジカルの状況を作っとけるかっていうのがあるから。だから、あの、クロップは、もう夏にサンブレンやったりとかね。前言ったじゃん、あの、俺が香港のツアー見に行った時に、パレスとレスターとリバプールが、ね、やってて、リバプールサンブレンやっててさ、うわ、えげつねえな、みたいな。で、ね、その合間に俺ツイッターパテて覗いたらさ、クリスタルパレスの選手たちがさ、みんなサーフボードで、みたいな。<laughs> 楽しい夏、みたいなやってて。それでちゃんと高科研だったから。からそういう、 ゲーゲンプレス切り替えの瞬間の激しいプレスっていうのをやれるだけの体力と意識づけっていうのはしてる。でもそれが試合の中で常に出るかっていうと、やっぱりそこを配置的なデザインで演出してるわけじゃないから、まあそれもやっぱり人に依拠する部分が大きくなるんですよね。あ、海ト君の言う通りそれもありますね。アンドダンかエンドサイドバックの方がバランス取りやすくなるっていうのはありますね。チア後怪我から戻ってきた時のコンディションの状態次第だね。ちょっとそれは見てみないとわから、わからないですね。 エンドがさ、悪くなる理由、他の選手にも全然あってさ。まあ、確かに、エンドが、ロドリだったら、エンドが、マカリスターのめっちゃ調子いい時だったら、失ってないかもしれない。4分のシーンとか。他の、えっ、ー、と、ファール取られたところの、28分ぐらいだったかな。うん、ワンタッチ目大きくなったやつとか。なんだけど、まず、クアンサのパススピード遅すぎるのと、生体入れないから、エンドに、もう、プレスの矢印向くのよ。これ、生体をまず教えなきゃいけないんだけど、生体って、ボールホルダーに、 ボール持ってる人が、いろんな方向にパス出せる体の向き。だからみんながディフェンスだとしたら、こうやってこうパス出すとさ、そっちに行くって分かってこっち来るじゃん。でもこの時に、まあ、これだと、こっちにもこっちも出せるけど、この状態だとこっちから押さえてきたらもうこっちしか出せない分かる。みたいなのがすごく重要で、これって別にこの理屈分かんないても感覚的に守備やったことある人なら分かるけど、サッカーで。あ、こいつここに出すなって言ってスタート切りやすいじゃん。っていうのが、クアンサと積みカスによってめっちゃ怒ってるっていう。 のが一つでもそれでも買わせる能力を求めてる人は遠藤のあの失ったところだけを言う。で、クロップもそうだから、でこれクロップが悪いとかじゃなくて、クロップはそういう基準で選手を選ぶからね、可視化しやすい能力っていうところで。だから、職場に合わせたら遠藤自体がそこ伸びなきゃいけないし、遠藤自体も伸びようとしてる。 それだけじゃないっすよって見方を提示するから、ここから先の話をしますね。パスを失うときには、出し手に問題があるときもあるし、遠藤がめちゃくちゃハイレベルなアンカーで、ボールさばきがうまいみたいな持ち味の選手だったら、で、守備弱いだったらそうだけど、遠藤の持ち味、守備だったり、まあ、この間ミドルシュートが出たけど、基本的にそこの予測力だったり、その仕事人的なところだから、からこれはちゃんと分かっとかないと、遠藤のミスが全部遠藤だけのせいになるっていう。 で、生体を使わないでわざとこっち向いてこう縦に入れるみたいなそういう応用技術あるよ。それやってるんだけど、クアンサーとか積みカスは見たところにそのまま出してるだけだから、普通に遠藤にまずスタートが早くなる。で、もう一つはいつも言うポイント不在問題。この後ろからボールを赤リバプールだとして繋ぐときに、昨日のパレスは4123っぽかあったけど、まあ、ちょっとね、ヒューズが出て。 こういう形の時にさ、エンドここで、この時に、ここにエンドを立って、まあ、相手がこう閉じるとすんじゃん。その時にエンドが片方立ったら、例えばボールホルダーに近い相手の、ね、近い相手の斜め後ろ。片方立ったらもう片方に、ここにもう一人降りてきたり、こっちがエンドを立ってるんだったら、ここにアーノード入ってきたり、そぼすら降りてきたりしてほしいんだけど、エンドが、ここ立ってて、ここ立ってほしいのに、アーノードの場合、こっち来たりすんのよ。だから、二つ閉じたりとか、エンドにボール行った後横パスとかができなかったりするの。 これが、ね、前に言った遠藤のビルドアップの難易度むっちゃ上がってるって話が一つ。で、もう一つが、ボール出した後の選手が動き直さないから、リバプール。出します。相手閉じたところでプレスきます。その時に、こっちとかにさ、ワンタッチで叩けたりとか、こっち叩けたらいいんだけど、この辺のコースがなくて、出した選手もプレス受けた、受けながら出して、このまま動かないから、こうしてくれたらワンタッチで戻せんのに、こっからもう遠藤は前向くしかないみたいな状況ある。積みからカスとかの時そうなんだよね。 っていうのがもう一つ。で、こっからは、リバプールの最適解の話をしたいんだけど、積みス使わなうよ、やっぱり。ツミカスパスコースの作り直し遅いし、ボールコントロール大きくなって失うし、瞬間視の能力がないんだよね。瞬間視ってあの、瞬間的に物を見て状況判断をしっかりする能力なんだけど、積みカスは、相手のプレス着てる選手に出しちゃうんだよ。これもうテンパってるから、やっぱりレベル的にちょっと積みカス厳しいから、相手が隠したった積み重使えるんだけど、で、もう一つは、 ファンダイクとかが、ここでボール持った時に、上がりすぎたりとか、ここの迂回のパスコースを作れないから、結果、リバプールの攻撃こっちに寄っちゃって、それで崩せないみたいなのあるんだよね。で、もう一つは、前世の選手に、ルイス・ディアスコ入っていいって言ってから、積みかすこう上がるでしょ。で、このエリアに前から降りてくるとか、このエリア取るっていう選手が決まってないから、結果、引っかかった時に、大カウンタークなんだよね、ここ起点になって。前半のあのピンチのシーンこれなんだよ。 だからツミカスを、を使うと左サイドバックで上限運動するじゃんだからルイス・ディアスも入りやすいんだけど、ここセンターバックキャラだったり、上がるタイプじゃない選手をすると、ルイス・ディアスが張るっていう形になるから、より一層リバプールのルイス・ディアスの突破っていう形使えるし、カウンター食らわないし、中の選手も受け直しを積み重ねがしなかったりとか、変なパスのつけられ方して失いやすくなるってないから。 申し訳ないけど、リバプールを強くするのは僕、別に誰が好きとか、積みかす嫌いとかないですから。ただ、最適解の話してるから、積みかすを使わな方がい,い。この積みかすのポジションがエンドで俺はいいと思う。エンドだったら、クワンサーでも誰もいいんだけど、エンドがここに、あの、アンカーじゃない方がいい理由っていうのが、一つは失った時にエンドのせいされるのも一つ、一つあるんだけど、エンドは人に合わせてポイント取れるのよ、富安みたいに。だけど、エンド以外の選手は、エンドがいるところに入ってきたり、エンドの横行かないの。これ、アンカーをアーノードにすると、アーノードこことかこことか取るじゃん。 その時に、こっち取ってる時にエンド入ってきて、ファンダイクがここつ繋ぐ。アーノルド一人、ここ繋がってない時に、エンドだとここつ繋げるんだよね。で、エンドをここで、エンドを高い位置取っても意味ないっていうのは、スミカスよりも分かりやすいから。だから本当だったらエンドを左サイドバックで、左インサイドハーフに、ルイスディアス入ってきちゃったら外を取れる選手がいいんだけど、基本は、本当にリバプールを強くするんだったら、ルイスディアス絶対入らせない方がいい。逆サイドからクロスの時入ってくるところはいいけど、ビルドアップの時に、ルイスディアスがここで一対一できないのはもったいなすぎるから。 だから、あ、そう、20分10秒のところのファンダイクに怒られてる積み重ね反応とか、後半でスローインのところで怒られてる反応とか、やっぱり積みカスがムードメーカーでいいやつみたいなので、この擁護する人いいんだけど、それはリバプールの選手全員だと思うからね。クロップのチームでこんだけやってて、悪いやつがずっと入れるわけないから。ただ、勝つかどうかの話と、リバプールの最適解の話すると、積みカスを外して、エンドを安価にしない方が、 ここなんかにマカリスタ置くのか、アーノルド置くのか、その日によってたけど、ここ取る選手に合わせてこう入れるやつ、こっち側取るんだったらアーノルドが入ってきてるときそうだし、入ってきてないときに普通にここ迂回経路作れる選手がいいから、これ一番うまいの、エンド。そう、だからこういうふうにね、あの、リバプールの最適解、今リバプールで起きてる問題、エンド自体が、え謎に攻められないっていう、この3つを可能にするのはエンドのサイドバック。左サイドバックでも右サイドバックでも。で、 これってミルナーやってたことじゃんっていう。で、エンドウの場合は、まあ、軸足を残したまま蹴っちゃってボール浮くとかあるけど、あれ、軸足残す蹴り方ってクロスに向いてる蹴り方だから、そういう点でも普通に、エンドウサイド使ったけどクロス全然いいなとか、あと、エンドウがサイドでの対人弱いみたいな。いや、積みかすも強くないっていうか、全然積みかすよりはエンドウの方が判断の部分で、そもそも1対1にさせないっていうのが起、OK、きるからね。 で、これは最適解として今もう絶対これうまくいくけど、あの、クロップがやらないから。<laughs> ここまで聞いといてくれてなんだけど、うん。多分クロップやんないから、うん。一応みんな知っといて。もしやったとき、うまくいったときに、ああ、レオザさすがだなって言って。それだけ。<laughs> 以上ですね。え最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいね、チャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。<laughs> レオザフトコでした。バイバイ。